ナヒチェバン自治ソビエト社会主義共和国、またはナヒチェバンアースアはソビエト連邦に存在した自治共和国。現在アゼルバイジャンの飛び地になっているナヒチェバン自治共和国の位置に存在した。1920年に赤軍がこの地を占領すると、ボリシェビキはこの地にナヒチェバンアースアを設置し、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国の一部に加えた。 1926年には人口の15%余りがアルメニア人だったが、アゼルバイジャンからの移民などにより1979年には総人口の1.4%にまで減少した。一方アゼルバイジャン人は85%から96%に増加している。共和国旗は1937年に導入され、文字はアゼルバイジャン語と。 アルメニア語の両方の言語で書かれている。アゼルバイジャン語がラテン文字からキリル文字になった1940年代以降、この旗は使われなくなった。1990年にソビエト連邦の崩壊が起こると、これに伴ってこの地はアゼルバイジャン共和国のナヒチェバ番自治共和国に再編されなバ番アースアは消滅した。2008年アゼルバイジャン中央銀行は、 ナひちばんじソビエト社会主義共和国の85周年を記念して、金銀のタイの記念コインを造幣した。ありがとうございます。